これを持って行ってください。売ればいくらかにはなりますって言って工具箱を渡すんです。カイは驚いて振り向くんですね。貝の目線がこの時にちゃんと動くんですね。アムロを見て、工具箱を見て、またアムロに戻るっていうのを、このワンカットの中でちゃんとやってるんです。で、カ、えー、はですね、それはお前の工作箱だろうっていうふうに言うんです。そうすると、どこへ行くにもお金はいるでしょうっていうふうにアムロを返すんですね。 ホワイトベースの備品じゃないんですよ、この工具箱って。アムロの私物なんですね。多分アムロのもう全財産みたいなもんなんですよ。ハロとこの工具箱ぐらいしかアムロの私物ってないんですね。私物であって、売ったらいくらかになるようなものをですね、カイに渡す、全財産を渡す。これにですね、やっぱカイはショック受けるんですね。アムロがやっぱ本音で話してくれて、カイはそういうとこ苦手だなと思いながらも、やっぱちょっと本音返すのと同じようにですね。カイはてっきりアムロが自分を止めるのは、自分が助かりたいダメだと。 ホワイトベースとしてはガンキャノンのパイロットのカイっていうのがいた方が安全で戦闘力が上がると。だから所詮俺を止めてるだけだろうっていうふうにカイは思い込んでるわけですね。ところがですね、アムロはそうじゃないと。自分の前サの差し出してこれを売ってくださいと。だからこれ受け取っちゃったことがやっぱりね、カイにとってホワイトベースのみんなとのつながりっていうのをまだね、持ってしまったということなんですね。それに対してカイがですね、ありがとうよ。 俺だってお前の全部が好きってわけじゃねえけどよ。オンに切るぜって言う。うやっと回の本音ですね。俺だってお前の全部が好きってわけじゃねえけどよって言ってるのは、もうお前のことほとんど好きだけどよっていうふうに言っちゃってるんですよ。でもそんなふうに、なんだろう、はっきりと自分があなたのことが心配ですっていうようなのは、俺は苦手でとても言えねえと。このままこの船にいたら、 多分俺はお前みたいなやつになっちゃって、いいやつになっちゃって、俺じゃなくなっちゃうと。それもやっぱ貝が出ていく理由の一つなんですよね。だから恩に切るぜって貝の本音をまっすぐに伝えます。そのまま貝がこれドーカットなんですけども、狭いになったね、ありがとうっていうふうに急にピースサイスするんですよ。で、会がそんなことをやったから、アムロがえと思って振り返ると、そこにはですね、かつて貝のことを、 この船に乗る、乗ろうとするのが軟弱者と言ってですね、張り飛ばしたセイラさんと、実はカイが心配で心配でしょうがないチビたちがですね、あんまりカイのことを好きじゃないチビたちが一応見送ってくれてるんですね。多分ね、カイがこの瞬間が一番辛いんですよ。みんなに罵られて、呆れられて、やっぱり軟弱者ねとかね、怖いから逃げるんでしょうと言われ,言われて、へいへい、そうなんですよ。すいません。俺ってそんなやつなんですよと言って、みんなに もう来るなって言われて逃げる方がカイは楽なんですね。でもそうじゃなくてですね、ここでカイは仮を作っちゃったんですね。アムロの工具箱を受け取って、それでアムロが自分のことを心配してるという行為を受け取ってしまって、そして帰ってきて欲しいと思っている人たちの見送りというのを受けてしまった。仮を受けてしまった。後にカイがですね、この話でですね、ホワイトベースに戻ることになってしまうこの伏線というか原因というのをここではっきり作ってるんですね。